今年4月に J2 徳島ボルティスと双方合意のもとで契約を解除した MF 西矢和樹が5月5日、インスタグラムのストーリー、24時間で自動削除される写真、動画、お更新。長いようで短かった4年間、大変お世話になりました、とメッセージを綴っている。写真、こんな弾幕初めて見た、J リーグのサポーターがスタジアムで掲げた、抗議の横断幕。 2020年に栃木 SC から徳島に加入した西谷は主力として活躍。今季はリーグ戦開幕から2試合に出場していたが、第3節ブラウブリッツ秋田戦、1から2からベンチ外が続いた。3月31日に吉田辰馬前監督の解任が決定し、4月3日には MF 島川俊夫の電撃引退が発表された中、西谷が契約解除により退団することになった。 今回、なんとかチームを良くしたいという気持ちではあったのですが、その気持ちとは逆にチーム状況を悪くしてしまうような形になり、結果としてクラブに迷惑をかけてしまい、本当に申し訳なく思っています。対談リリースでこのように語っていた西谷。5月5日にインスタグラムのストーリーを更新し、徳島県鳴門市の大朝彦神社の写真と共にこのように綴っている。長いようで短かった4年間、 大変お世話になりました。トールさん、最初から最後までたくさんお世話になりました。ありがとうございました。ずっと憧れです。洸平、ずっとありがとう。最高の友だ。また一緒にサッカーできたらいいな。浜下明、お前は最高の友だ。またどこかで会おう。幸運を祈る。徳島の武器、長谷川徹と MF、内田洸平。 昨季まで徳島でプレーして今季は愛媛 FC に期限付き移籍している MF 浜下明へ西田。